レディーファントムやったっけ？レディーファントムってゲームやったかな？だったような気がするけど。違うな、ムーンライトレディーか？50？はい。ナグザット、これ日本の名前がちょっとね、いまいちわかんないですけど、ナグザットやで、ナグザットですね。フォーセットアムール。あ、フォーセットアムールですね。はい。フォーセットアムールってタイトルでしたね。レディーファントムとムーンライトレディはまた全然違うゲームですね。全然日本版のゲームですね、これね。日本語ですもんね。ポニーテールですね、この女の子ね、主人公ね。鎧と似て込んじゃ、人とは昔
昔の文献に登場する救世主のことじゃよ。コルクよ、そなたにはその資格がありそうで、これを持っていて。これを私に？ありがとう、おじいさん。姉さんのため、いえ、人々のためにも私は戦います。わしはこのことを伯爵に告げ次第、そなたの後を追うことにしよう。後を追うってことは仲間になるんかな、後で。あ、これで装備まで変わったんや。これで始まるね。あ、なるほど。ああ、こうなってんのか。ああ、これは確かになかなか面白いね。この天使は天使という妖精みたいなのなんだ。ああ、アイテムくれるんや。ジャップ。この持っていくのかな。ん？どうしたらいいんだ。おお、なるほど。こういうアクションがあるわけや。ここ入れないのか。ああ、なるほど。ああ、なるほどね。テクニック難しいけど。ああ、そういうことか。ああ、なるほどね。ちょっと慣れが必要な感じがするな、テクニック的に。ああ、なるほどね。独特なゲームですね、これ。でかいやつできた。ボス、中ボスみたいなもんかな。お、脱げるんや。魔界村みたいなあれやな、システムやな。ダメージ受けたら脱げるんやね、あれが。鎧みたいなの。どうやって倒すんや、こいつ。頭、こいつ自身を狙うんやな。ああ、そういうことか。ああ、あ、すっぱだかになった。魔界村システムや。骨にはならないけど、すっぱだかになるんや。すごいね。完全に魔界村システムや。鎧が取れて、次食らったら、下着みたいな状態になって、それでさらに食らったら裸になってやられるっていうね。魔界村やな、完全に。あれ、さっきのやついなくなってる。さっきの変な敵。あ、いるやん。ああ、あー、難しいな。あれ、まあちょっとしたボス、中ボスみたいな感じですね、さっきのあれは。
おお。この状態じゃやっぱ厳しいですね。厳しいなこれ。体当たりしてくんちゃうな。来た。うわ、むずいね、結構抜けんの。まあ、パターンはありそうやけど。あ、倒した、やっと。あ、これでやっとここの乗れるようになるわけや。あー、しまった、すっぱだかになった。あ、やられたら裸になるだけじゃない、ポニーテールまでとね、ほどけるんですよね。髪の毛まで、あの結んでる髪の毛までほどけるっていうね。裸になって。はい、この鎧はだから、裸っていうか、剥がれた時に取れば元戻るっていうことなんですね。さっきの今の鎧のアイテムは。完全に魔界村ですね、システムが。女版魔界村って感じですね。最後の残機やな、これ。あれ？これまた最初に戻ってんちゃうの？これ。どういうこと？戻ってるやん、完全にこれ、最初に。なんで？どういうことや。下行ってみるか。でもこの下何もなかったもんね。何もないよな。あぶね。今ダメージ出るとか言ったな。この下行ってないよね。行ってみようか。あ、これか。ここなんや。この上とかも行ってないけど。この上はあれかな、特にそんな。結局ここ行かなあかんことには変わりないもんな。あ、当たってない。ああ、そうか。体当たりが来たか。あれ、放ってくるのかと思ったけど。もう、この。倒した。下行くしかない。ここ行けないな。あ、行けるやん。あら、行け止まり？なんもないか、ここ。なんもない、ないんや。あ、1アップや。最後の残機やったから助かりますな。よしよし。今、いや、ちょうどやられてたから、ちょうどよかった。
あー、食らってもうた。なんもないのか。なんもないっぽいな。はい。あ、鎧あった。ああ、でもよかった。だんだん戻りましたね。いいのかな。おお、敵おったんや。これ乗ってったら元戻ったもんな。あ、いけたいけた。進めました。さっきなんかやることがあったってことですね。戻っちゃったのはね。貴様か。たった一人で我ら魔族に歯向かおうとする使徒とやらは、うん、私は七族のアモン。クズはクズらしくゴミ民でもいればいいものを、貴様ら人間どもはすぐ歯向かいたがる。その顔、細切りに切り刻んでやるから、かかってきな。これがボスか。ああ、化け物やったんや。おお、怖っ。頭を狙うってことかい。うわー、難しいな、これ。近づいたら、切ってくるわね。この時狙うんやろうけどな。多分そうやな。そういうことやね。やっぱそうやな。おお、おお。よし、倒したっぽい。はい。ああ、溶けた。あ、元戻った。これが使徒の力か。あなたはもう戦えないわ。ほざくな。貴様を憎みついたようだな。だが私に勝てたぐらいでいい気になるな。これから先に控える七族の力、その想像を絶するものとなるだろう。私はこの傷ついた体を癒すために、この場は一回引き下がり、再び会う時が来る。貴様の最後となろう。覚悟しておけよ。なんで名前を知ってるんだっていうね。初対面よ。はい、これがまあ2面ってことか。あ、この状態のままなんや。回復。あ、でも取れそう。あ、違うのか。鎧じゃなかったんか。あ、今鎧出たのにな。あ、やられた。落ちたらやられるんかな、これ。あ、まあ今取らなくてもいいよな。
バリソシリーズみたいな感じで楽しめますね、これね。おっと、危ね。あれ、ちょっと待って。ここから行けないのか。こっちから行くってことか。あぶね。ああ、やられた。ああ、やられた。すっぱだかになったね。やった、やるか。いや、これはいいですね。危ね。ああ。難しいね、なかなか。ああ、落ちも、降りてもた。よし、倒した。ああ、そうか、そこにおったか。よし、鎧来た。このレオタードみたいな姿の方が好きですけどね、見た目的にはね。わあ。ああ、こいつ強いんや。ああ、こっからか。ああ。あれ？何になった？今。あいつが弾出してたんかな。あ、やっぱこれ落ちたらあかんねや。落ちたら一発やられるんや。そうか、これさっきやられたのは水の上に落ちたからやられたんですよね。このね、さっき何当たってやられたんや言った時のね。ああ、あ、これで倒せるんや。敵攻撃になるんや。ああ、やられた。いや、ここになってくるとちょっと難易度上がってきましたね、急に。ああ、マジか。
お、なんか出たな、今。笹がみたいなの。ああ。あ、危ねえ。これ乗るのはいいけど、この、ここにいたら敵おるもんな。難しいな、これ。ああ、そっか、もう終わりや。はい、ちょっと難しいね。こんなもんにしときましょうかね。はい。一応、クイックセーブしとくか。せっかくここまで行ったからね。